さあ始まりましたハルオンでございます前回に引き続き今日もワンピースの話し,していきたいと思いますいやワンピース <laughs> 面白いね <laughs> さあまで六十巻ぐらいしか読んでないハル君なんですけども,もう巻102巻ぐらいを読んで勢いで私に進めてきたそんなハルさんに僕もちょっと聞きたいなと思うことがあるんですけどはいはい やっぱりその、60巻でも、まあ話としては、その、ぐっとくるところっていっぱいあったと思うんですよ。まああ、話よね。うん。あれ、読んでて、うん。俺、泣いつったってとこあるのえっと、いっぱいある。あ、そんなにあるんだ。うん。あの、いいよ、俺、俺も話、ちょっとだけ、その、もう初めの方なんだけど、まだ全然。やっぱ俺、あの、ウソップの回とか、 ああ、わかるわかるわかる。かるかるえーなん、なんかもう、いいなと思うんだけど、その後結構、コンスタントに泣きのシーン来るじゃん。くる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 もうなんかそれがだんだん辛くなってきちゃって、じ <laughs> っくり読めないみたいな。<laughs> 最初の方っすよ、俺も。あ、やっぱり初めの方。あの、一番泣いたシーンは、うん。やっぱ涙ったね。うん、その、深く考えてんのか考えてないのかわかんないけど、 すごくこう、なんつうの、愛情のある人じゃん、ルフィって。そうだね。なんかその、すごい簡単なように見えて、意外と、なんつうんだろう、こう、ちゃんと考えてるというか。そう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 。あんじゃ、ご飯をくれるやつに悪いやつはいねえとかって言って、いや、悪いやつなんであいつは、みたいなところもあるし。うん、そう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 。まあ、それが一個でしょ、涙の個と。あと、三時のとこも泣けたし。三時のところで、三時が仲間になるところ。読んでない、今だ。 あ読んだ読んだよ。あの、あれでしょあの,ーあのりょ、料理コックさんのところを辞めてくるやつでしょでも、うん、内容は知ってるでしょ内容が。サンジが、で、最後の最後に、うん、あのクソお世話になりましたって言った時とそう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 。あの、下向いて泣,泣いてたでしょうん。あと、ま、周りの仲間もいいじゃん。うんうん、おめえなんか嫌いなんだよみたいな,なんか、出てけ出てけみたいなとかもすごいもみうん、<laughs> みんなボロボロ泣いてるのに、<laughs> うん。 あのシーンはやっぱ泣けるよね。もうあと、なんかもう一個ぐらいなんか、ごっつ泣いたやつない、ええ、ビビちゃんのシーンなんだ。これすごい有名。見たことあると思うけど。ビビちゃん、ビビちゃんのシーン。ビビあの砂漠のビビちゃんの。アラバスタ王国の王女。そうそう、アラバスタの王,王女だ。で、渋海<う>の敵がいるのよ。うん。クロコダイルだ。うん。知らないクロコダイルって。あ、俺今見てるところ、ちょうどビビちゃんと一緒に出てるかも。 あの、クロコダイルって、あの、手がほら、めっちゃ強いの、当時で言うと。負けちゃうんじゃねえかぐらいな感じよ。あの、ルフィも。で、まあ、なんだかんだ、まあ、勝つじゃんいやいやいや。いや、勝たなきゃ和の国へないからね。そうなんだよ。そういうこと言うと、確かにそうなんだけど、でも言わなくてもいいけど、出た思うよね。 勝つから、和の国に続けんだよ。いや、わかんないじゃん。そこから、遡って和の国へに行ってるかもしれないごめん、ちょっと、あれなんだけど、俺が見るかもしれないところを今言うってことだよね。はっきりもうばっちり言うけど、あの、お前もこういうみたいになったんだと思うの、確か。うぅぅぅなんだけど、いや、行けないって言って、私はこの国守んなきゃいけないみたいになったはい。に、出航の日があったのかなうんうん。海出ました。うん。 で、その時に、たかビビちゃんが砂のとこで見てるんだけど、確かさよならの言えなかったと思うの。うんうん、なんだけど、うん、これ有名すごい有名なシーン。うん、みんなが船の上で手を上げて、うん、ここにバツって書いてあるシーンがあるでしょ。はい、見たことないやあれ。ある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 。あれがビビちゃんのシーンなのよ。うん、そこなんだ。じゃあもう俺も、どうーですどうです これ何こうやってるときにここに罰になってるのは何か意味があるのあ、そうそうそうな、仲間だよっていう印なの。ああ、そういうことなんだ。どうですそういうのが、<laughs> <laughs> ごめんなさいね。あと、ごめん、もうあの、やっぱりこれからまた見ていけばわかるんだけど、和の国編を見ちゃってるからもう間がどっぷりわかんないわけ。うん。コビーは出てくるの誰コビー。 コビーだっけコビーコビーは、あの、コビーって最初に出てきたコビーですよ。あら、あら、丸、丸目がメなの。アラビダーだっけあ、あの、金棒のね。コビーは、言ってもいいじゃん。え、なんかその、あんまり言わないような感じで言えないの出てくるのか出てこないのか。出てきます。で、結構重要な感じで出てくるってこと重要っていうか、あいつと一緒に出てくるのっていうのが出てくるんだけど、コビーは結局海軍になりました。 おうおおう、なりまして、えっと、ゾロが戦った時にさ、親父がいたでしょ。いた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 なんかすごいやつ。あの、腕が釜みたくなってるやつ。そうそうそう。で、バカ息子いたでしょ。いた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 。バカ息子も帰るになりました。うん、なってたな。なんかね、あの、扉、うん。いいよ。扉絵みたいのに書いてあったよ。あ、書いてあったうん。うん。で、コビーと一緒にいるシーンがあるの で、そのシーンもあって、確か、頂上決戦にも出てきてます。うん、ああ、そうね、じゃ楽しみだな。だから、頂上決戦っていうのは、ほんと見たらわかるけど、うん。だから、和の国見ないでほしいんだよな。ずーっと見てってほしいんだよね、頂上決戦まで。<laughs> じゃだからね、俺、両方ともこう、並行して見て。同時並行は、無理だぞ。<laughs> <laughs> すごいねあの、気になるキャラクターとかいるのよ。ああ、まあね。 で、この人どこで出てくる例えばその、まあもう、春が見てるか分かんないけど。我慢 <laughs> しろって。いや、だってもう、戦乱話もあったら無理だって。いや、最初から見たのがマジで面白いんだって。いや、だから、あれだよね、その、頂上決戦までを見て、うん。そっからはちょっと飛び級してもいいよね。あ、そう、もちろんいいけど、うん。まあ、ごめん、俺はそういう見方でしかなかったから、最初、ほら、一回も楽しみでずーっと見てた口だから、うん。あれなんだけど、 本当に見たら分かる。頂上決戦っていうのは本当にみんながみんな出てくるから。ああ、じゃあ楽しみだな、それはな。<laughs> すげえ楽しいよ。<laughs> すげえ楽しい。だそれはそのグランドライン編の最後ってことなのそれは知らん。俺もさ、どこまで見ればいいんだろうと思って、もう最近は、ながらみでもいいから、とりあえず夜流すみたいな。ああ。 そうそうそう。で、日曜日にはほら、は和の国編が始まるから、最新話見ちゃってるわけだよね。<laughs> <う>我慢しろって無理無理だって超今気になるとこだから。いやいやいや。すごい。だって、でも知らないで、カイドウとか知らないでしょもう全然。あ、あのー、リュウでしょそうそう、知ってるカイドウ。ビッグマムとかも知ってるよ。知ってはいるけど。そうそうそう。俺もそれ聞きたかったんだけど、そのカイドウとかビッグマムとかは、 その、ハルくんが見てた、初めの頃とかにも出てくるの出てこない。あ、じゃあ見てた時は出てこないんだ。だラスボス、ラスボス級だからね。そう、その、だから、ビッグマムじゃない、えっ、ー、と、カイドウか。カイドウと戦う時のルフィとかすごいんだよ。いいよ、いいよ、言わなくて、まだ見てないんだから。じゃあ、なんかね、その、あの、な、何がどうなったとかじゃなくて、うん。なんかこう、ルフィが殴ろうとすると、避けるのよ、カイドウが。うん。 そう避けたな、避けるってことは、俺のパンチが痛えからだろうって言うの。<laughs> すごい,い,い。でもさ、それってさ、純粋に考えたら、そんなことを言うアニメ今までなかったじゃん。超良くない <laughs> すごい良くないだから、パッ、叩いて、この野郎、あの野郎、みたいな感じなのに、 うわよけたなって、ね、そう。よけたな、よけたってことは、俺のパンチがいいからだろうっていう,う、このすぎたというか、<laughs> もうそういうところになんかだんだんハマってきちゃって。<laughs> いいって言ってんだよ、だからワンピース。でも,もう、こっから俺、話長くなっちゃうから、ここでもうやめるけど。次も話そうで、もうワンピースばっかりし <laughs>